皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、バルサについて少しお話ししたいと思います。というわけで、今回は、まあ、バルサについてね、話をしていきたいと思いますけれども、中でもですね、ちょっとバルサのお金の問題とかね、財政の問題についてね、話をしていきたいと思います。はい、というのもですね、まあ僕もやっぱりね、ラリーガも開幕しましたし、まあ戦術のこととかですね、まあ今のバルサで言うとね、まあ、カンテラーナとか若い選手も出てきてますから、そのあたりもね、取り上げたかったんですけれども、ちょっとね、ここでは、まあメッシの対談もありましたし、お金の話をね、しておこうと思います。で、ラポルタ会長はですね、先日、まあ現在のバルサの、ね、財政事情みたいなことをですね、明かしていたんですけれども、まあそれによるとですね、どうやら負債が、13億5000万ユーロあると、まあ、とんでもない数字なんですけれども、あるということになっています。で、これはですね、やっぱり、その前に言われていたのが、まあ、11億ユーロぐらいの負債はあるぞと、まあ、借金あるぞと言われていたんですけれども、それより多い額だっていうことで、で、これなんでかっていうとですね、まず一つは、昨シーズンの、まあ、コロナ禍での、やっぱり損失っていうのがすごく大きくて、まあ、4億8100万ユーロかな。まあ、それぐらいの損失があったんですけれども、当初はね、2億ユーロぐらいの損失じゃないかっていうふうにも言われていたんですが、まあ、それ以上の損失があって、ものすごくまあ、クラブとしては打撃を受けているという状況であります。その前のシーズンがですね、3ヶ月ぐらいのコロナの影響だったんですけれども、損失が9700万ユーロだったんで、まあそのおよそ5倍みたいな、ところでね、やっぱりこれだけのお金がね、まあ計算できていたお金がですね、入ってこなかったってなるとですね、現政権からすると、まあかなり大きな痛手になっているというところであります。でですね、やっぱりね、こう、ラポルタが言うところによると、この負債っていうのは特に前の政権ですね、バルトメウ前会長のと、まあその理事会ですね、がやってきた、まあ、負の遺産なんだっていうね、ことを言ってますが、で、これに対してね、さらに先日、バルトメウがですね、いや、ラポルタが嘘ついてるみたいなことをですね、言って、これに対して今度はラポルタが、嘘ついてるのはそっちだからみたいなね、こんなちょっと決戦があったりもしたんですけれども、というのもやっぱり負債がね、すごく多くなっちゃってる。まあ、実際のところ、すごく多いっていうのは、例えば、バルトメウ政権で言うとですね、ヨハン・クライフっていう、ね、スタジアムを、まあ、バルサリーとかがね、試合するところですけれども、まあ、建てたんですが、これをですね、どうやら400万ユーロぐらいで建てられるっていう風にですね、財務上の管理では計上していたみたいなんですけれども、まあ、実際には2000万ユーロぐらいかかっちゃってると。で、このスタジアムに関するコストが2000万ユーロぐらいいってて、それはなんでかっていうと、まあ、主に維持費とかね、そういったものをどんどんね、ちゃんと計上していくと、まあ、2000万ユーロぐらいになったと、こういう話になっています。で、まあ、そういう話なんですけれども、結構バルトメウ政権っていうのでですね、に関しては、こういうことが散見されていて、実際はこれぐらいのコストだよねっていうのと、本当にね、払ったお金っていうのはですね、全然こうアンバランス、バランスしてないっていうことでですね、で、これがこう、ラポルタが会長になってから、きちっと一個一個チェックしていくと、いやいや、ここもっとお金かかってるじゃないかっていうのが、こう、重ねに重なって、負債に関しても、まあ、11億ユーロって言われていたんですけども、実際のところは13億5000万ユーロありますよっていうのがですね、バルサの現状になっております。でですね、やっぱりこう、バルサーに特にこう、サラリーキャップの問題でこの夏はね、かなりこの問題に今振り回されているんですけれども、まあメッシに関しても、まあ年俸 50% 減まで受け入れていたんですが、最後残れなかったというところになっています。ただ、まあ、残った選手たちに関しては、今回のラリーガの開幕戦に際しましても、まあ、エリック・ガルシアとかね、デパイとか、まあ、補強の選手、選手登録できないんじゃないかっていう、そういう可能性もね、指摘されていたんですが、最終的には、まあ、選手登録ができて、試合には出ていましたし、で、この件に関しては、まあ、ピケがですね、連邦ダウンっていうのをもう受け入れたっていうのは、事実として明るみに出ていますから、そのあたりは、まあ、クラブとしては、きちっとちょっとずつやってきているっていうところは、まあ、評価できるのかなというポイントになっています。で、これからね、ジョリー・アルバとか、ブスケッツとか、セルジー・ロベルトとか、多分そのあたりの選手も、年俸ダウンに関して交渉したりとか、まあ、おそらくそれを受け入れるだろうっていう流れになっているんですが、ただちょっとこの夏の補強に関しては、まあ、ラポルタはね、8月31日、
まあ、マーケット閉まるまでは何が起きてもおかしくないよってことを言ってるんですけれども、まずはその現存の選手、まあ、いる選手たちの、まあ、給料を年俸のところをどうにかしなきゃいけないっていう、まあ、こっちが優先なんで、それがきちっといけたら、まあ、補強できるかなっていうところであります。で、まあ、その年俸の問題と、で、補強の問題、選手獲得の問題と、またその、放出オペレーションですね。やっぱり、ピアニッチとか、アウンティとか、そのあたりの選手っていうのは、まあ、クラブとしては、正直出したいっていうのは本音だと思いますから、そこもですね、含めてやっていかなきゃいけないってなると、まあ、優先順位をいろいろつけていくとですね、ちょっとバルサこの夏、これ以上の補強はね、望めないのかなというふうにね、個人的には思っております。